こんにちは。こんにちは。ヒョンちゃんです。ジョパンです。急に始めたけど。じゃあ今日も二人で撮影していきましょう。はい。今日は、はい、私が、うん、韓国人に、うん、もしかして日本に来たら、うんうん、コンビニで買える、うん、安くて美味しいものを紹介したいと思います。イエーイイエーイ僕今日元気だけどお願いします。はい。まあね、韓国の人日本に来たら、うん、絶対コンビニ行くもんね。そうだね、うん、よくコンビニで買い物するんですか？お、私もよくするんです。もう向こうも、はい、もうよくしたんですけど、向こうでも韓国も、ね、うんうんうん、でもさ、ちょっと違うな。何が違う、ま、何が違う、うん、日本のコンビニと韓国のコンビニ、うん、もう大体同じけど、うん、やっぱりちょっと韓国はちょっと辛いものがもっと多いよ基本的にね、うんちょっとご飯とかも辛いの味が多い。さ、だからおにぎりとかも売ってるけど、まあ、絶対辛いよね。辛い味が絶対ある、うん、コンビニ、まあ、セブンイレブン、うん、ファミリーマート、うん、ローソンぐらいが有名だけど、うん、韓国は、韓国はちょっと場所で違うけど、うんうんうん、なんかソウルは CU と GS だね。 CU と GS、うんうん、GS よく見るもんね、うんうんうん、セブンイレブンもたまに見るけどね、うん、韓国で。でも私が住んでるとこはセブンイレブンとミニストップがあった。ミニストップもあったんだ、うん、もうソウルもあんまりないじゃん、うん、ないね、田舎中心なので。そうなんだ、まだ残ってるんだよちょっと声が小さくなってもうバレちゃったかな。もうバレてるか。私もう田舎中心ですじゃあ紹介してくれるんですか？はい、はい、1位じゃなくて、はい、1つ、まあ、1個目。あ、1個目、うーん、勉強になりました。そうですか1個目、はい、ダダダーン。何ですかそれ？マンです。あはピザマン。あ、ピザマン、うん、でもさ、韓国もピザマンがある、うん、あるよね、うん、まあ、肉まんとかピザマンとか、うん、日本と一緒でレジの横にあるよね、うんうんうん、でも味が全然違う。違う。これのチーズが伸びるのが全然違う、うん、韓国のピザマンはチーズが入ってない。入ってないんだ。でもこれチーズが入ってチーズがめちゃくちゃ伸びる本当に感動した私。これね、あのセブンイレブンのやつだけど、これは一番美味しいよ。そうね、美味しいよね、うん、本当に美味しい。これは本当におすすめです、うん、なるほど、うん、でも夏の時はちょっとこれからね、うん、ちょっと暑くなってくるからちょっと減ってくるけどね、うん、そうそう。でもまあ だいたいあんのかな。夏にも置いてんのかな。夏にもある？あると思うよ。あるかな。もうね、でもなくなるかもしれない。じゃあ次は私前パルペです。パルペ、うん、これが私がなんでおすすめと言えば、うんうん、これが牛乳もこっちに入れるでしょ。そうそうそう、これ本当に感動したい、うん、まあなんか最近、まあ、ここ何年かで、うん、ああいうコーヒーメーカーみたいなあれができたけど、うんうん、これはファミリーマートのやつで、これはあったかい牛乳が出てくるんだよね、うん、そうだね、もう感動したよ本当に。すごい、牛乳が出てくるんじゃん。ただで、ね、うん、牛乳が出てくるんじゃんただで、うん、これもちろんただじゃないけど、もちろんこの各カトネなんだって元気にもう入ってるんですけども、うんうん、でも韓国はそんなものがないよ。韓国もあるの、コーヒー、あのポチッと押したら、あ、あるあるある、あれあるある、うん、でも牛乳が出てくるのは私が行った時はなかった。今は分かんないけど、ね、今は分かんない。これファミリーマートだけなのかな。セブンイレブンは見たこと、ミルク出てくるのを見たことない。見たことない。もう種類も、うん、もう、そうそう、今ちょうどね、うんうん、いろんなの出てて、うん、桃とかバナナとかチョコとかいっぱいある、うん、ありますから、ちょっともう自分で好きなものを選んで、うん、もう食べてください。そう、でもだからこれちょっと難しいんだよね、うん、でも最初、ああ、
の人がさ、やり方が、ね、まあ、例えば韓国の人が日本にパッて来て、これだけ間違えて買っていっちゃう人とかいいんだよ、なあの牛乳出さないで、こういう食べ物だと思って、そうそうそう、あの今日本人でもいるから、ね、氷だけ入ってて、あれはアイスコーヒー用の氷なんだけど、あれをそのまま持っていっちゃう人がじゃあ、はい、3つ目、じゃあ最後3つ目ね、うん、お弁当。お弁当、お弁当じゃないの、まあ、お弁当だよねこれ、これはまあ今日はカツ丼と親子丼、まあ前回のさ話でヒョンちゃんが好きな食べ物で丼ぶりあったじゃん、うん、これコンビニでこの値段で食べれるってこと、ね、食べれるよなんか味の差がもう、うん、味の差のゲップがあんまない、お店で食べるとあんまないと思うよ私はこのお店でそのちゃんとしたところで食べるよのと、うんうん、コンビニのこれの味ね、うん、でもさ観光地はもともと高いじゃん、高い、だからコンビニのでコンビニでこんな安くて美味しいお弁当を食べれるから本当にお得じゃん、お得、これいくら、うん、親子丼これがいくらだな、430円、税込み430円ぐらいだから宣伝みたいになってるけど、税込みは韓国人はあんま知らないからね、うん、あ、そうね、うん、なんか値段が違うだろってなると、なんか値段が違うなびっくりするかもしれないからね、うん、そっか、まあ、うん、安いよね確かに、うん、お店から食べたら430円じゃ親子丼食べられないよ、絶対ね、もう観光地は大体これ800円くらいじゃないの、うん、そうだね、親子丼それぐらいするかな、半額じゃん、めっちゃお得だよ、なんか今さ、もう絶対コンビニになったらすぐ温めてもらえるから、うん、そうだね、あのホテルでね、うん、あそう食べるとき、ね、そう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 、コンビニでたくさんお買い物して、うん、まあ、そのままホテルで行っても、うん、で食べれるし、うん、まあ、本当だったらせっかく日本に来たらいろんなところで食べてもらいたいけど、そう、ね、でもコンビニも絶対行くからね、うん、韓国の人は、うん、じゃあ今日はヨンちゃんが日本でコンビニでハマってる食べ物ね、うん、自慢したいこと、みんなに自慢だからちょっと今はいろんな、うん、まあ、状況で日本にあんま来れないけど、これから日本にまた来てね、うんうんうん、まず空港にまずあるからコンビニが、ね、まあ、絶対、うん、行くじゃん、うん、空港行くなりなんなりでコンビニ絶対行くし、うん、でもコンビニの食べ物って、まあ、今日言った以外もなんか甘いお菓子とかデザートとか、うん、常になんか新しいのどんどん変わるから、前いつも行ってるよっていう人も、うん、絶対新しく来たらまた新しいの出てたりするじゃん、うん、そうそうそう、私たちもそうじゃん、まあ、なん、うん、この間こんなのなかったっていうのいっぱいあるし、うんうんうん、だからまたね今度韓国から来る人がいたらコンビニに行ってもらって、今日紹介したやつ以外でもたくさんあるので、うん、食べてもらえればいいなと思います、はいじゃあ今日ここまでしましょう、はい、またねー、またねー、はい、なんだよ、バカ